はい、どうも隊長です。ということでブッフォン監督キャリア続きやっていこうと思います。今回は国際親善試合やっていこうと思います。今日はベローナでのお仕事はないですね。まあクラブ兼代表監督なんでちょっと忙しいですけれども、まあベローナの選手この間休めれるんで、しっかりと休んでいただいて、でこっからちょっとイタリア代表での試合やっていこうと思うんですけども、今回はオーストリアとフランスのこの2試合やっていこうと思います。で今回招集したイタリア代表メンバーはまあこんな感じですかね。はい、ベローナからはベッサですね、キャプテンベッサで、ゴールキーパーのジュゼッペ・サントロ、そしてピルロ2世の隣をね、ベローナから招集しました。まあその他はね、強豪クラブで活躍してる選手ですよ。インシーニャ、バロッテッリ、インモービレ、ベルナルデスキとかドンナルマ、もうめっちゃ強いメンバーいるから。あと緊急でちょっとベテランの選手デロッシ招集しました。本当はねベラッティだっけ招集したかったんですけれども、ちょっと怪我の影響でね連れてこられなかったんで、ここで36歳のリーダーシップのあるデロッシを入れてきました。国際親善試合は今後も多分あると思うんですけれども、今年は多分ユーロの年だと思うよ。多分6月ぐらいには入ってくるんじゃないかな、予定が。まだここら辺空欄なんですけれども、まあそれまでちょっとイタリアの方でもね、チーム作りはしていこうかな。うん、まあちょっとベローナで忙しいっていうのもあるんですけれども、前回はコパナチオナーレナポリ相手に3対2で勝利したんで、あとリーグ戦現在ベローナ首位ですからね。まあクラブの方のお仕事は順調です。イタリア代表のユーロ予選なんですけれども、現在イタリアは2位です。首位にはイングランドがいますけれども、他のグループ見れねえな。ということでオーストリア戦のメンバー決めていきましょう。まあ、ボヌッチちょっとスタミナが今マックスじゃないので、ここはルガーに入れようかな。ベッサ・サントロもちょっとこの試合は休憩で、まあ、フランス戦に出そうかなとは思ってます。隣今回先発行こうか。ということでオーストリア戦のメンバー決めました。ということでゴールキーパーパス・クワローニ、これ知らない人多いかもしれないですけれども、ウィーレでいうと転生した選手なんですけれども、まあ、FIFA 転生ないんで、これはあれです、ブッフォンの生まれ変わりです。フランスリーグの最下位のチームに所属しております。で左サイドバックにはこれバレーカでいいのかな。でセンターバックにはルガーニ、ロマニオリ、そしてフロレンツィですね、右サイドバックに。そしてちょっとアンカー気味に今回隣入って、前に前にはペレグリーニとジョルジーニョ。ジョルジーニョ一応なんかねコメントでもあったんですけど、元ベローナ所属らしいんで、僕ちょっと知らなかったんですけれども、強いね。で左ウィングにはエルシャロイ、右にはベルナルデスキに、ワントップにベロッティということでやっていこうと思います。イタリア代表での初陣、2年後にはワールドカップが開催されるということで楽しみだな今後のイタリア代表。オーストリアのフォーメーション442やっていきましょう。今回ベローナから初選出の隣が先発で出ます。おっと、いきなりシュート打ってきた。もう一回打ってくれ、危ない。いきなりオーストリアがシュート。オーストラリアって言いそうだ、もうあるあるかクロス、これクリア。アラバ要注意だな。いいね、隣隣ナイス。さあこっから攻撃、隣がパス見、これはピンチ。ウルガーニがスライディング、ちょっとファールか。うまっ、おー PK かと思った危ねさあ攻撃、ベロッティに一旦預けられねえ、マジか。さあジョルジーニョ、元ベローナらしいですからね。ジョルジーニョ隣、いいよ。お隣、隣来た、決めちゃおう。なあ決められんかった。エルシャラビーからこれ、いや誰にパス惜しいな。隣デビュー戦ゴールなると思ったのに。さあエルシャラビー、エルシャラビカットイン、カットイン狙ってくが落として、はい、うわ相手キーパー優秀だな。
いいよ、つなげてって、隣空いてる、はい隣今日シュート積極的。エルシャラビーからこれベロッティ、んー、そこのパス交換は大事にしたい。いいね、隣、なー、隣いいよ今のところ、ナイスカット、ベルナルデスキーからベロッティ、んー、これいけるか、いいんじゃない、いいんじゃない、ジョルジーニャー、ねー、どんだけスーパーセーブすんだよさっきから。ナイスカット、エルシャロイ、ベロッティ、おいよ、ほっほっ、はー、また決まんない。いや、エルシャラウいいな。いた、ファール、レッド出せ、レッド、これ入れてみるか、おーし、決まりそうな予感。あー、隣が見てて、クロス、イタリアのペースなんだけれども、なかなか綺麗に決まらない。前半終了。いや、イタリア代表が前半から攻めてはいましたが、なかなか決めきれない。てか相手のキーパーが優秀すぎた全部止めやがった。枠内5本もいってるしな、6本中。ちょっと後半選手変えますか。エルシャラビいい動きしてたな。ベロッティになかなかボール回んなかったんで、どうしよう、ちょっとインモビレちょっと使ってみたいな。ちょっとインモビレ入れよう。ベロッティ、高さ、あれマジで181センチしかないの。あれ思ったより低かった。俺190センチぐらいあると思ったんだけどな。え、インモビレより低いじゃん。あ、マジで、あれもっとでかいと思った。意外ですこれ知らんかったな。むしろインモビレの方がちっちゃいと思ってたもん。なんでだろう。後半はちょっとフォワード変えました。隣、隣からこれ右空いてる、ナイパー、うわ、いい感じよ。隣、インモビレ、いや完璧、エルシャラビ、エルシャラビ、エルシャラビ決めた。大丈夫か、怪我してない、オーケー、エルシャラビー、ローマ所属。ただ今シーズンのローマは低迷しております。ちょっとベローナにね、誘ってみようとは思ってるんですが、ちょっと移籍金の問題でエルシャラビが獲得できませんと。欲しいんだけどね、まあ、エルシャラビ自身が離れたいって言えばいつでも歓迎だったけれども。いや、いいな、髪型が好きだわ。さあ、イタリア先生と。やべ、打たれる、打たれる、打たれる、あー、決められた、マジか。エルシャラビ下げてインシーに入れよう。この流れな、クラブでもすげえ経験してるもん。インモービレ、ジョルジーニョから隣、隣からインモービレ、あー、いい感じ。すげえサイド使う、止めろ、なー、マジか、あー、危ない、ナイス、セカンドボール、ここの守備マジで苦手クロスきた、はい、キーパーナイス、いやー、打たれる。キーパーナイスキャッチ、いけいけいけ、ナイスナイス、カウンターカウンター、カウンター、ベルナルデスキー、
うわー、マジかいー、マジかいー。インシーネ、ナイスカット。インモービルからジョルジーニョ、インシーネ、インシーネ、あーキーパー相手のキーパー今日もう何セーブしてる。これ止めるもんな。隣、インモビレ空いてる、来た、インモビレ、インモビレ来た、隣アシスト、勝ち越し。隣代表は初アシスト。もう丁寧なパスでしたね、シンプルなパス。ナイスん。試合終了、2対1イタリアの勝利。隣良かったね。次はベッサとかジュゼッペサントロ使ってみたいなと思います。フランス戦でよフランス戦で使うっていうね。選手が負傷、ジョルジーニョ、ふくらはぎの釣りで2週間離脱か。ジョルジーニョー、クソ、ブッフォンが代表指揮初陣で初勝利っていうのに全然世界的なニュースで載ってねえじゃん。あー、書いてあった書いてあった、ニュース速報、ブッフォンデビュー戦フレンドリーマッチで勝利の贈り物。まあオーストリア戦はね、あの2対1で、まあ、結構結果的に見るとギリギリな戦いだったけれども、試合通してみるとまあイタリアがね試合を制してたって感じがあるんで、まあ本当に進化を問われるのはこのフランス戦ですよね。まあまだ2試合目ですけれども、まあ、どんどん若手使っていこうと思います。まあ負けても仕方ない、まあまだ2試合目なんで、ここは結果どうこうよりかは、あ、もうこのメンバーだったら今後やっていけるなっていう感じの試合やっていこう。うん、まあもし皆さんね、あのイタリア代表でもしあの注目するべきイタリア選手とかねがいたら、ちょっとコメントで残しておいてください。あの僕が見て次の代表選考で選ぶかもしれないので、ぜひコメントでよろしくお願いします。はい、ということで相手はワールドカップ優勝国フランスです。ゴールキーパーはジュゼッペサントロでいきます。こういうね、あの強豪国と対戦することによってちょっと経験をね積ませたいです。で左にはですね、ビラーギで、センターバックボヌッチ、ロマニオーリ、フロレンツィですね。でアンカー気味にベッサ、前にはトナリとデロッシで、3トップにはエルシャライ、ポリターノ、バロッテッリということでやっていこうと思います。んー、ちょっと待ってよ、ベッサとデロッシ逆だな。うん、デロッシが下でベッサが前でいいかな。オッケー、これでトナリとベッサが並んだ状態なんで、まあベローナでもね2人は一緒にプレーしてるんで、まあ、連携という面では問題ない。フランス、ムバッペとかグリーズマンは招集されてないですね。フォーメーションは 4-2-3-1、 相手のキャプテンはラビオですね。 OK、 やっていこう。フレンドリーマッチ、イタリア対フランス、ベッサ初先発です。8番か、いや合ってるよ、8番、8番か4番だな、ベッサは。さあ隣がボールを渡って、バロッテリ、バロッテリ、おっとここはパスを選んだ、パスを選んだって俺が選んだんだけど解説みたいな感じになっちゃってんだよね最近。あ、それでいいかな。隣からこれベッサ、うわいいねベッサ、いいよベッサ、誰だこのキーパー。よし、エルシャラビコーナー、ふん、いやボヌッチ決めた。前半ラップ、キャプテンボヌッチ、強いヘッド。デロッシ、デロッシ使って、デロッシこれ右出せ、うん、出せたかな。デロッシからこれベッサ、お、いいんじゃない。デロッシー、ベテラン決めた、2点目。なんと前半10分でイタリア2点リード。相手は優勝国フランス、まあ、多分ガチで来てないだろうけど、相手のメンバーは右使ってきた。お、お、やばい、打ってくる、お、ナイス、あー、ジュゼッペサンドラ、これはセーブできずカンテだ決めたの。ちょっと今のは見えなかったな、ちょっとボールの位置がちょっと把握できんかったな。
ごちゃごちゃしてた。うわー、これは仕方ない。ロレンツィからベッサ、ベッサ、デロッシ、エルシャラビ使ってく。いやー、ちょっと外側逃げちゃった。デロッシ、ベッサが右を使ってポリターノ、ポリターノクロス、エルシャラビー。よし、3点目、シンプルな攻撃。エルシャラビいいな。2試合連続ゴールか。あと右使われて来いよ。打たれたがサントロ、ナイス。サントロこれ取りに行くか、取りに行こう。サントロ、サントロ取れなかった。サントロ取れんかった。ちょっと取りに行くのちょっと試みたんですけれども、取れんかったな。あー、ずれてるタイミングが。まあこれに関してはね、後ほどちょっとブッフォンとかからお叱りされるとは思いますが、まあ来シーズンね、カシージャスとか入ってきますからね、ベローナに。もうカシージャス、ブッフォンから指導を受けることになりますから、サントロ。もう素晴らしい環境で戦えるからね、サントロ自体は。ここ、うわー、マジかやられたー、ロスタイムに。デンベレか合わせたの。サントロ、今日の試合ちょっとホロ苦デビューだな。どんまいどんまい。まあこういうこともある。というわけで国際親善試合2試合を終えて1勝1引き分け。ベローナの選手もこの間十分な休養は取れたと思います。もう次は4月に入ってアタランタ、ベネベントとリーグ戦が待っていて、準決勝セカンドレグ、コパナチオナーレ、ナポリ戦が待っております。まあイタリア代表での試合はちょっと面白かったな、普通にトレーニング中の負傷、クリバリが怪我を負ってしまった。ハムストリングの肉離れ、2ヶ月は出場できない。いやー、マジかよ、クリバリが怪我か。長身フォワード、このコンビがいてこそベローナって感じだったのに、クリバリが怪我で出れないと。しかも2ヶ月もうゾホレしかいない。ここでイタリア代表が使ってた433使うか。そうだな、433使おう。イタリアはなんかフラットにしてた気がするんで、そうだね、イタリア代表と同じフォーメーション、戦い方でいこう。というわけで次はリーグ戦のアタランタ戦ですね。アタランタ5位か。ユベントスが6位まで落ちてるっていうのがもうありえない、本当に。ベローナが首位。すごいな。他の大会どうなってんだろうね。ユベントスが今どうなってんの？チャンピオンズリーグ今どうなってる？ああ、準々決勝まで一応ユベントス残ってますね。ユベントスチャンピオンズリーグ逃すと今季無冠になっちゃうな。コパナチオナーレもね、ユベントスはもう消えてますからね、ベスト16で。無冠のユベントス。そしてローマは今15位ですね。厳しい立場に置かれているが、まあ降格はしないでほしい。まあ降格は大丈夫か。降格のパレルモとの差は10ポイントもあるし、まあミランはなんかもう7位ぐらいがもう定着したって感じかな。はい、というわけで今回のブッフォン監督キャリアはここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。